そうです。1分半ぐらい適当に、はい、いい選手は適当に動いてもらって、僕は後で言っていくんで、まあ、いいとことをもうここ直した方がいいよっていうのを、はい、いろんなパンチ適当に自分の中で、そうそう、覚えたやつとか僕は後で言っていくんで、気づいたことを、いいですよ。1分、あ、残り1分、まあ動いてもらっていいですよ。回ってもらってもいいし、どういうふうでも、あ、足換えね、はい、いいですよ。ああ、いいですよ、足はでもついてきたな。そう。はい、残り50秒。残り50秒、自分の思う風でいいです。その後僕がこうしたらいいですよっていう、あれを、アドバイスを。はい。ああ、でもだいぶ形は綺麗になってきた。残り30秒です。はい、20秒。おお、今でよかった。はい、残り15秒。よくなってきた、よくなってきた。ちょっとほぐれてきた。ナイスナイス。はい、10秒前。はい、そうでしょ。もうちょい。5秒前ですね。次言ったら僕、これ、あとはアドバイスします。3秒前。はい、じゃあこっち寄ってください、こっちに。で、構えてください。じゃあ、ジャブ打ってください。ああ、いいね。ワンツー。その時に左手がほっぺたから下がってます。ワンツーってください。ワンツー。そうそうそう。この左のほっ、腕がほっぺたに来なくなります。そうっす。右打つ時に。ワンツー。そう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 。ワンツー。で、いいところは足と手が合ってきたっす。要は手と足が同時に出てるもんで。そうそうそう、バランスが前より崩れてないことないです、打った後。そうそうそう。あと視線を下見ると危ないんで、ちょっと恥ずかしいけど、カメラの前見ていただいて、前見ていただいて、そういうこと、そういうことです。そういう感じです。そう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 、うまい。で、あとはその腕がここに来てるんです、左腕が。なんでほっぺた、そうそうそう、打った後ちゃんと顔を支えるというか、ここになってると顔流れるんで、ワンツーで、ワンツー、そう、待ってください。ワンツー打った後止まってください。ワンツー、ワンツー、ストップ。あ、惜しい。戻さんでいいですよ。ワンツー、ワンツー、そう、ストップ。そう、その時の体勢が今、手がちょっと顔の前に来てないです、左腕が。それをほっぺたに来る意識です。はい、ワンツー、そう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 、もう一回ね。ちょっと行き過ぎかな、あの脇が開いちゃうから。そう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 いうこと、そういうこと。要は、体が流れんためっていうのもあるんで、ガードにもなるし。はい、そういうこと、そういうこと、そういうこと。あ、うまい。そう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 。で、あとはしっかりほっぺた、ほっぺた。それぐらい、それぐらい、それぐらい。やると、なんかバランス良くなるんですよ。はい。で、あと、じゃあ慣れてきたんで、ジャブってください。ジャブ。で、それを今、ジャブ、このまっすぐ打ってるんですよね。これをちょっと左斜め上。そうです。で、それを引くと同時に右。左手を引くと同時。左斜め上って打った後に打つと、腰が、あ、誰ですか？ そう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 。そう。で、今まだ手が先行してるもんで、足をこう持っていくと腰が回ります。そうそうそう。で、周りで分かるんです。手が先行すると足が動いてないです。はい、足が、そう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 、ナイス。そうね、これはちゃんと動いてるんやけど、打った後グニャンってなってるんで、こうパンパンって足を戻す、ちゃんと。それで戻す、そういうこと。そう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 、それ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 、そういうこと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 。あ、綺麗になってきた、綺麗になった。そういうこと、そういうこと。で、ワンツーうまいんで、じゃあ後ろ下がってくださいね。じゃあ、ワン、ツー、スリー打ってください。まっすぐのパンチ。ワン、ツー、スリー。そういうこと、そういうこと。はい、やります。そう、それを後ろなしで蹴らなかった、最後の3発目。そういうこと。後ろなしで蹴ってジャブす。ワン、ツーで後ろなしで、ジャンプする感じで、レイアップ、バスケ部やったら分かるですよね。レイアップみたいな感じで。ワン、ツーで、あ、惜しい。ワン、ツーで左手のジャブを前に出す。あ、違う違う。前に来るから。前に来るから。ワン、ツーのスリー。そう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 。そういうことです。レイアップシュートみたいな、こういう感じの。そう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 。そんな感じ、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 そんな感じ。そうっす。で、やると合ってくるんですよね。後ろは逆ですよ。構えていただいて、ジャブ打つときに後ろ足出す。で、あ、吸っちゃった。吸らないように後ろ足出す。
ジャンプ、その時にジャンプ。で、戻す時にストレート。左足を戻す時にストレート。で、また後ろ足下げて、ジャンプ。1、2、3。で、すらないように、ずらないように。後ろ、戻す、後ろ。で、足を、前足もう一回戻す。まあ、前からの方が分かりやすいですよ。前、前。そう。で、後ろ足ついてくる。前。後ろは、前はできてます。後ろは、で、そうそうそう。で、すっちゃうんですよね、最後。すらないように。で、ジャブで、そうそうそう。足を持ってくる。左足を。うん。ターン、ターンで、そういうこと、そういうこと、そういうこと。前は多分分かったと思う。どうす？前は分かったですよね。そう、早いもん。後ろは、そう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 、今の。そういうこと、そうそうそう、そう、あ、上手になった。なら、オッケーです。だいぶ上手くなったんで。じゃあ、ワン、ツー、スリー打った後、ワン、ツー、ワン、ツー打ってます？ワン、ツー、スリー。さっきの前に。ワン、ツー、スリーで、ワン、ツー。ワン、ツー。そう、足と手が合ってきた。ワン、ツー、スリー。はい、ワン、ツー。あー、惜しい。いいとね。ワン、ツー、スリーですね。ワン、ツー、スリーで、ワン、ツー。そういうこと、そういうこと、そう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 。で、ちょっと待ってください。ちょっと後ろ下がっていただいて、一回もごめんなさい。後ろ下がってもらって、そこからもう一回、ちっちゃいちっちゃめでお願いします。ワン、ツー、スリー、歩幅。ワン、ツー、スリーで、ワン、ツー。ワン、ツー打った後、僕からジャブが来ると思って、ヘッドスリップ。あ、あ、それじゃないな。こっちから、ジャブなんでこっちですよね。そうで、ストレートって感じ。あー、それダッキング。はい、ワン、ツー、スリー。スリーで、ワン、ツー。あ、ワン、ツーで、僕が来た。で、かわしてストレート。そういうこと、そういうこと、そういうこと。そう、そういうことです。そうそうそう。で、顔はこっち、視線こっち向いてもらって、ワン、ツー、スリーで、ワン、ツーで、そうそうそう。で、視線こっち見てもらいます。はい。ワン、ツー、スリー。あー、惜しい。ワン、ツー打ったんです。はい。いいですよ。ゆっくりですよ。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、来た！ストレート。ってやると、わかるっす？はい。自分が打った後、攻撃が来たもんで、かわして打つみたいな。なんか、左肩に物を乗せるイメージです。はい。いいっすよ。1、2、3で、足、足、かわして、ストレートって感じです。はい。そうすると足を多分意識し出すんで、はい。もう一回、もう一回。ワン、ツー、スリー、ああ、惜しいな。ワン、ツー打ったとですね。ワン、ツー、スリーで入っていく。ツー、スリー。で、また、ワン、ツーかな。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。5発。1、2、3。で、ワン、ツーの後、ストレート。そういうことです。で、視線だけこっち見とけば。はい。1、2、3。あと2回。1、2で外して、ストレート。までうまくいったから、そっから最後、右ストレート打ったじゃないですか。で、それを戻すついでに左フック。はい。そうすると流れで多分いけると思うんで、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、かわして、ストレート、フック。あ、惜しいな。後ろ足なしでいいですよ。近いと思うんで。ワン、ツー、スリーで、ワン、ツー、かわして、ストレートから、左フック。そう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 。今の良かった、今の良かった。すごい綺麗。はい。今の感じです。ワン、ツー、スリーで、ワン、ツー、ストレート、フック。ほら、全然綺麗になった。はい。あとはフックの角度だけちょっとこうなったんで、しっかりこの肘を返して。2、3、1、2、で、ストレート、フック。で、もう一回フックの体勢。これをね、そう、これをちゃんとこういう感じ。こういう感じで。そう、そういう風になる。こうなってると力が伝わりにくいんで。1、2、3、1、2ですね。1、2、3、1、2、外して、ストレート、フック。そう。なら結局、そうそうそう。そのフックで、体のバランスを元に戻したらなんです。はい。ただその戻すためにこれにするだけです。いいですよ。でも全然綺麗になった。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、外して、ストレート、フック。そう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 。の方が体楽になります。バランスが。もう一回だけ。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー。はい、ジャブ外して、ストレート、フック。うまいうまいうまい。もうそれできるんで、じゃあフックを空振ったパターン。空振って、ウィービングでダッキングして、もう一回フック。それでフックス。そうす。視線はこっち。そう。視線ずっと見て、視線こっち見て、フック空振りした。で、もう一回下見ない。そうそう。で、今ちょっと下向いちゃったんで、フックの時空振りした後もこっち見る。で、ワン、ツー、外して、ストレート空振りするけど、フック。そうそう。で、止めなくていいですよ。空振るんで流れないからですね、手が。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、はい。かわして、ストレート空振り、惜しい。フックの空振りやな。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツーですね。そう。で、ワン、ツー、
でストレートフック、あー惜しい、ストレートの後に体のバランスを戻さなあかんでフックって覚えてもらえば、そうでジャブ外してストレート、あーもったいないな、ストレートの後は左フックス、うん、ワンツーでストレート左フックが後ろにいっちゃったな、そういうこと、そういうこと、まあ3つでやればわかる、ちょっと見てやりましょうか。